おー、ほんと？大丈夫？ああ、ここら辺なんか長い女の子多いからちょっと嬉しい。あ、なんかみんな、あ、ロングの子みんなあっち行くぜ。楽園かな、楽園なのかな、楽園なのかな、入れないわ。めっちゃ人いるよ、すごいいっぱいいる。ジュリエットとは寮の会が同じ。彼女もボルテックスクラブのメンバー。ほう、ボルテックスクラブとは？ジュリエットとザッカリーが付き合うのも当然、ボルテックスクラブの渦中の存在だもん。これあれか、リア充か。はあ。あ、もう近い。ああ、もう、ああ、膝入れたれ。膝か、角いけ。角いけ、マックス。トロフィーだ。水泳にはだいぶ力入れてるな。カワウソ。かわいいからいいけど。え、カワウソどれどれどれ？カワウソどれどれ？見えない。はあ、膝かくってやりたい。すごいトロフィー。ほ。さすがビッグ。これフットボールだわ。へえ。お、お、用務員の人かな？サミュエルって本当変な人。でもそこがいいんだよね。男女ペア多いねって、まあ、海外な感じだな。だいたいみんなあれなんで、やっぱリア充いいんだな。日本と変わんねえな。お、掲示板に貼ってあるもの？ほうほう、見てみよう。見えるかな。求む最高のギタリスト、東方オレゴンで最高のボーカル、最高のバンドを結成して世界に飛び込もうぜだって。ふんふんふん。悲しみ、孤独、鬱、仲間と一緒にお祈りをしよう。聖書の勉強会、日曜日の正午、アルカディアベイの図書館にて大歓迎。信じる者は救われる。あ、軽音部の、ビラになんか、キリスト教的なチラシと、泳ぐの好きな人集まれ、経験豊富な体育教師と競泳チャンピオンが指導。水泳部のビラに新品同様のタブレットを売ります。5ギガ分の猫の写真付き。あ、ちょっと欲しいかもしれない。5ギガ分の猫だって。へえ。聖書、どの同人誌持っていけばいいのって。バイブル多すぎじゃない？ほう。スケーターは好きだけど、私の思いはいつも一方通行。えスケーター？何どういうこと？好きなの？え、好きなの？え、何？好きなのか？ハロウィンが一番楽しみなイベント。へえ。マックス好きなハロウィン。また東大か。東大多いね。マウス左ボタンはメインキャンパス行く。トイレ行きたいんだってね、この子ね。行かしてあげない。スケーターって何？そういう、なんか、スケートのことだよね。でもそういう人物がいるのかな？恋しちゃってんの？こんなの暗記してる人いるのかな？でも実際はみんなした方がいいよね。校内案内図。お、先生かな？科学のグラント先生はいい先生だよ。へえ、こんにちは。いい先生。授業あんのかな？行方不明者めっちゃあるよ。レイチェル・アンバー、綺麗な子だな。へえ。このビラ見てると悲しくなってくる。はあ。今日ひどい。なんでどこがどういうこと？スケートに関して。私アウトドアなお友達はちょっとな。校長先生はいつも校長室にこもってる。ほう、本当にいい先生。あれだわ、お話ししたいわ。マックスはあれだね、あんまり話しないのね、人とね。こんにちはとか言って言う展開はないですね。環境汚染、まあいろいろあるな。ちょっとこれ見せたら切りないから。めっちゃ見たいな、気になる。デコレーション、廊下骸骨だらけになるっていいよね。あ、ハロウィンだからだね。ごめん、切りないな。もう進めるか、じゃあ。はあ。切りねえわ。全然切りないわ。行くか、トイレ。ウーメンって。いただき、はい、でーす。いきます。こんにちは。お。よかった。誰もいない。こんなとこ人に見られたら最悪だよ。お。女子入っていいのって、女の子だもん、マックス。え、女の子だよね。え、女だよね。ほう、鏡だって。今日はどこへ行っても誰かにバカにされてる気分。授業中にあの幻を見てからおかしくなった。私、どうしちゃったんだろう。すげえ楽あげだな。マックス似合ってんぞ。ほう。大丈夫。自信持たなきゃ。私には才能がある。ダメだ。あ、捨てた。扉が閉じた時、別の窓が開いているとかなんとか。おう。シャッターチャンス、これは絶対取らないと。綺麗な蝶だね。ん？あ、自分で取るの？あ、逃げないかな？逃げないかな？見る。あの蝶、どこから来たの？取るか、じゃあ。今までに見たことない種類。羽が光ってるみたい。モルフォ蝶かなって。空気が流れるのを感じる。そういう感じだね。まるで精霊のよう。ベタ褒めだな。じゃあ行こう。行け。ふんふん。え女子トイレ。女子トイレですよ。大丈夫だ。落ち着け。心配いらない。深呼吸だ。しっかりしろ。ここは俺の庭だ。何でも思い通りになるだろう。何の用だ。ちゃんと誰もいないか確認したんだろうな。さて本題だけど。嘘つけ、ボンボンめ。金持ちなのは親だ。いいのか、そんな態度。いじめだ。お前のろくでもないビジネスのこと。ご両親の耳に入ったらなんて言うだろうね。新聞にデカデカと出た。怖い。関係ねえだろ。いじめの現場だ。学校中にネイサン・プレスコットはトイレで独り言を言う泣き虫野郎だって言いふらして。てめえ舐めた口聞きやがって。おお。ぶっ殺してやる。ちょっとやめて。やめろ、近づくな。指図するんじゃねえ。どいつもこいつも人をコケにしやがって。こんなことしてただで済むと思ってるの。てめえみてえなクズ、死んだって誰も気にしねえだろ。ふざけんなよ、離れろ。ああー、うん。お、時が。何これ。ほう。ありえない。ほう。トイレにいたら女の子が撃たれて、ほう。手を伸ばしたらまたここにいた。巻き戻ったぞ。写真は被写体の喜怒哀楽を。この授業をさっき受けた。カニ、カラ、キアロスクーロなど違法は。ケイトがまたいじめられてる。投げたな。ビクトリアの電話が鳴ったら本当にやばい。あ、嘘でしょ。信じられないけど、これってひょっとして時間を巻き戻せるってこと。なるほどね。なぜそう。アーバスの作品に捉えられた失意の人々の。マウス右ボタンな。あ、巻き戻そう。右ボタンで巻き戻す。おら、おおおお、戻ってる？持ってんのこれ。持ってんの？持ってんの持ってんの持ってんの。うわー、本当に巻き戻った。モノクロ写真で完璧に捉えたタイムマシンみたい。わかる人。ほう、よし、落ち着いて考えてみよう。なるほどね。ほう、どうするどうする。しっかりしなきゃ。失意の人々の目には。さあどうする。さっきは自撮りした後、先生に当てられた。同じことが起きたら間違いない。はいはい、騒がない。じゃあ自撮りするよ。例えば誰かを暗い部屋に座らせれば絶望のシーンの出来上がりだ。そんな写真は誰にだって撮る。撮った。ちょうど今マックスが自撮りを撮ったぞ。現代ならではのセルフこの話したぞ。マックス、君は筋がいい。これは絶対に夢じゃない、現実だ。間違いない間違いない。君たちの世代より巻き戻せるんだ。自撮りの文化は存在したんだ。あの女の子がまだ生きてたら助けられる。人物の姿を捉えることは常に極めて重要。今すぐ女子トイレに行って確認しなきゃ。マックス、ついでだから君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は。なんかさっき答えてたな。気分が悪くて先生トイレに行ってもいいですか。選択肢が違う。選択肢が違う。先生、すみません、トイレに行ってもいいですか。こらこら、答えられないからといってごまかそうとするんじゃない。怒られた。後で先生のところに来なさい。怒られた。誰か他に。まずい、居残りしろって言われちゃった。あの子を助けなきゃいけないのに。鏡のように被写体をくっきり映し出す手法です。あなたのぼんやりした顔とはどうしても馬鹿にする気なんだな。もう一度巻き戻して正解を答えたら。巻き戻す、巻き戻すことで利用できるかもしれない情報を入手すると吹き出しアイコンが出ますと。おおおー、君に聞こう。世界で最初のセルフポートレートの誕生に大きく貢献した正反法は。で上に出たな。ダゲレオタイプです。ダゲレオタイプです。1830年頃にフランス人のルイ・ダゲールが発明しました。正解だ。ちゃんと予習してきたようだな。関心だぞ。おお、捉えちゃったね。別名銀板写真ともいい、被写体の顔を鮮明に映し出すことができる。変わったよ。未来変わったよ。最後まで読めば詳しいことが書いてあるぞ。ちゃんと読んできたのはマックスだけに。褒められた。めっちゃ褒められてる。みんな、日常ヒーローコンテストの期限が迫ってるぞ。優勝者は学校の代表としてサンフランシスコに連れていく。プロのカンニングですよね。でもそのカンニングは証拠がないやな。期待してるぞ。マックスも言い訳は通用しないから。おかしくなったわけじゃないし夢でもない。勇気を出さないと。これいわゆるタイムリープよね。飛んでるよ。タイムリープしてね。テストの時欲しいなって。テストを何回経験しようかね。この写真を撮るのすごく大変だったんです。先生なら分かってくれるでしょう。どうしてなんで私が。さあ混乱してる混乱してる。どうしても代表に選ばれたくて。行っちゃう。もう行くもう行く。行っちゃうもう行っちゃう。行く。そうかそうか、トイレ早く。待ちなさい。コンテストの課題はどうした。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。なんかそうね、出すつもりなんですけども。出すつもりなんですが。じゃあなんだ、絶好のシャッターチャンスを待っているのか。そうです。マックス、時間を無駄にするな。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。ジョン・レノンの言葉。ジョン・レノン。肝に銘じておきなさい。で、これ戻せるよだって。おで、ここで話をして、ジェファソン先生、今ちょっといいですか？じゃあよ、あっち行って。ビクトリア、口を慎みなさい。さて、ちゃんと提出する写真を用意してきてくれたんだろうね。あ、でここで新しい選択肢、ジョン・レノンが言ってましたよとドヤ顔で話してみましょうか。今準備してます。ジョン・レノンが言ってました。人生は他の計画を立てているうちに過ぎる。どうやマックス、今日は絶好調だ。全く言うことなしだ。今日中に作品を用意すること、君には期待している。ほー、バンジーうまいこといきましたね。ジェファソン先生の機嫌を取って終了か。じゃあ行こう。これパッとすぐ行った方がいいのかな。早く女子トイレに行かなきゃ。お願い、間に合って。長押して走るって、誰にも言えない。おかしいと思われる。え、早い方がいいの？早い方がいい？来る？大丈夫？行こう。来た。よし、さっきを思い出して。顔を洗って写真を破ったら蝶が入ってきて写真を撮った。うんで、ここで喧嘩する。女の子の声聞こえない。また同じだ。で、非常ベル。見る。ただで済むと思ってる。ハンマーでもないと壊せない。はあ、にしねえだろ。ふざけんなよ、離れる。あ、これじゃ一緒だ。また時間を巻き戻せば。もうダメ。ぐずぐずしないで巻き戻そう。あ、怒られた。嘘だろ。じゃあ巻き戻して。はい。で、非常ベルはハンマーでは壊せなくて動かして。えっ、あっ、何？え、あ、もうダメ、間に合わないのか。間に合わないから巻き戻して、時間巻き戻しても入手したアイテムはなくならないから、これをハンマーで壊す。あれハンマーは？どういうこと？ちょっと待って。巻き戻してハンマー持ってるから、これハンマーで壊す。壊した。あ、ふざけやがって。あ、回避した。何が現実なのかわからないよ。撃たれた女の子をこの手で助けたんだ。一体どうなってるの？パニックを起こしちゃダメ。お、めちゃくちゃ重い。非常ベル鳴らしたってことは、あ、みんな避難してる。早く避難しろ。トイレに行ってたんです。お決まりの言い訳だな。言い訳？やましいことがあるんだろう。顔にそう書いてあるぞ。急にベルが鳴るから。ならさっさと外へ出るんだ。それとも出られない理由があるのか。もういい、マドさん君。安全の確認が取れた。生徒の尋問はそのくらいにして、早く非常ベルを解除しに行ったらどうだね。写真いいのって、あれ拾った方がいいのかな。どうしよう、入れない。どうする？ありがとうございました。あ、ん？ウェルズ校長のウェルズ先生はいつも上の空。何考えてるのか全然わからない。止まった。私嫌われてる？嫌われてる。話す。顔色が悪いようだが、どうかしたのか？その進路のことでちょっと悩みが。はあ。すごい汗だ。本当にそれだけかね。私には何でも打ち明けなさい。それとも何かやましいことでもあるのか？どうなんだ。ほう。マックス。あ、答えなさい。尋問尋問。え、姉さんのことを話す。真実を隠す。私見たんですよ。銃を持ってる。ネイサン・プレスコットが銃を持ってました。女子トイレで。プレスコット君が。確か私見ましたよ。はい、銃を持ってブツブツ独り言を言ってるところ、私見たんです。明らかに異常でした。ちょっと待ちなさい。では何かね。君を見ていたのに、ネイさんは気づかなかったと。物陰に隠れてて、女子が女子トイレにいて何かおかしいですか？そうは言っていない。事実関係をはっきりさせたいだけだ。プレスコット君はこの町の名家の俺の庭って女子トイレで言ってましたよ。高校における成績も極めて優秀。彼がトイレで銃を振り回したなどにわかには信じがたい。はあ。それでその後は。はあはあ。彼、姉さんはすぐに出て行きました。どうするんですか？事実なら深刻な問題だ。私が個人的に対応する。知らせてくれてありがとう。それ銃を持ってたのに。話の続きはまた後ほど。校長室ですることにしよう。分かったら君も早く外へ避難しなさい。何その顔。校長は何もしてくれないだろうけど、ブラックウェルはプレスコット家のものも同然だし、巻き戻して話を変えるべきかな。ちょっと待てよ。このエリアから出ちゃうと選択を取り消せない。つまりこれは銃を持った生徒が女子にいたというのを伝えた世界だな。待てよ。待てよ。お、ここは俺の庭、ここは俺の庭といった男子生徒がいたわけですよね。女子という庭ですもん。羨ましいです。待てよ。これはどっちだ。ふらふらしていないで外に出なさい。分岐点だな。確かになんか、これわかんねえわ。巻き戻せるよ。戻れない。もうどこまで戻る？戻れ。と、ここまで来たね。さあ、何があったんだという話だ。顔色が悪いようだが、どうかしたのか？で、どうする？ここだ。あ、現場写真を撮る。あ、なるほど。あ、そっか。一回隠してみようか。選択肢も気になる。ちょっと具合が悪くて、今日はあの日。あの日です。歩き回る元気はある。そんな言い訳をする生徒は5万といるんだよ。嘘じゃないです。写真の授業中、めまいがして。隠していることがあるなら、言ってみなさい。だから具合が悪いって、それだけです。隠してなんかないし。君がそういう態度を取るなら、もう結構だ。ただ、私の目はごまかせない。切られた。君は入学して3週間で早速問題を起こした。ご両親はさぞがっかりされることだろう。話は以上だ。心証最悪。全然信じてない。あ、奨学金。下手すると奨学金がもらえなくなるな。巻き戻して本当のことを話そうかな。うわー、待てよ。これどうなる？マジでか。巻き戻そう。戻れ。戻れ。さらに戻す。あ、さらに戻す。ダメか。ここまでしか戻せない。あー、遅いのか。つまり、ある一定のところまで行ってしまうと、ダメなんだ。あらまあ。どうしよう。さあ、どっちだこれ。本当のことを言うべきかどうか。いや、もう話をしないで、これどっちだろう。この校長先生は信用できるの？信用できんのかな？そう、話さないでそのまま立ち去るという選択肢もあるね。しかし、学校の中に銃を持った生徒がいたと。写真撮ってないよ？銃持った人の写真は。話さないあれなんじゃないのって。見守ってます、了解。外行ける？あ、行けるっぽい。行けるっぽいぞ。行けるっぽいけどな。正義のために。顔色が悪いようだが。いや、これはほっとけないことだと思いますよ。だって、銃持った生徒がいるなんてね。今、ネイサン・プレスコットが銃を持ってました。女子トイレで。しかし、ここでは、いぶかしげな感じになるのね。行っていいの？行っちゃった。どうなる？どうなる？あ、学校だ。写真回収してないね。キャンパスだ。キャンパスしてる。あ、さあ、指出しが入ったぞ。どうすんの？どうする？マックスどうする？